はい、皆さんこんにちは、アジでございます。総評される三国志十三社長プレイですね、やっていきましょう。とりあえずね、一段落しちゃったので、ちょっとせっかくここまで育てたんですけど、我々の舞台を解散しちゃいましょう、一度ね。ほっといても、バトさんとやり合ってくれちゃってるんで、そういう意味ではね、ほっといてもいいのかなという感じがしちゃいますので、全部隊解散しちゃいましょうか。一度ね、ご破産にしちゃいましょう。かしこまった。いや、攻めてるわ、ここ。攻めてるとこはダメだね。あ、ここは今。でも、微妙だね。まあ、勝てるけど。そうですね。で、私はちょっと一度帰りましょう。はい、演じた秒さんがあるんですね。またいつもの社長職に戻りますよ。入った。はい、演員さんとね、仲良くなってください。で、ところで、勢力指名。あ、見れるわ。ああ、そうか。草加は取らないといけないんだね。草加難しいな、これ取るの。草加はちょっと難しいね。取れないことはないんだけど。取れないことはないんだけど、そうだね、草加を取るのはここ経由になっちゃうんで、甲州を落とすべきだね。じゃあちょっと兵を起こしましょうか。甲州を落とす兵を起こしましょう。はい、拡張の結果ね。あなたは、ちょうど馬頭さんとやり合ってから、いい感じといえばいい感じなんだわ。そうね。漢字にて李覚さんが陽空さんの説得に応じ投与されましたと。漢字にて長平さんがと、トシさんの、トさんのね、説得に応じ投与されました。陽人さんが竜也さんの説得に応じと。おい、陽人さん来たんだね。加工田さん、翔陽さんが新車に行ってた。ほい、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 ほい。もう誰もいません。あ、いたいた。ソーアミンさんだね。はいと。おやすみ。よい日和ですね。あ、社長さんね。わあ、すごい顔してるね、社長さんも。親近感上がりましたよと。報告します。はい、考慮でね。いいぞ。さあ、草加を落とすにはやっぱ甲州取らないといけないね。使命をやめることできないんだよね。そうだね。麻生殿の帝国勢が甲子への攻撃を開始しましたよと。こうなったらね、城陽から兵を挙げましょうか。城陽から兵を、とりあえずここに永安に出兵しましょう。で、まあ、城陽だね、城陽はいつ、ほんと、うわぁ。うわぁ、これは強い。これは強い舞台だね。あ、純一さんいたわ。よっしゃ、ちょっとこの舞台で、これしかいけないか。あれ、柴井さん馬も行けたような気がするんですけど、あ、馬がないんだね。だからこれで運転で、とりあえずここに向けましょうか。勝利を我が君に。私行っちゃう。いや、でも私行かなくても大丈夫な気がするんでね。65,000。巨匠65,000もいいんだね。どうしよう。
すごい悩ましいね。そう買おうとしたい。そう買おうとしたいんだよね。で、攻守を落とす必要があると。私また行くか。あと円。円もいけるね。しまったね。円もいけるね、これね。万長さん。こっちの方がいいね。ああ、東洋に15日かかってるのか。じゃあ、これでいっか。王将さんね。かしこまった。で、兵力最大。で、おお、聖書兵使いますね。じゃあ、それでいっちゃいましょうか。とりあえず、ここに集約させて。はっ、吉報をお待ちあれ。で、あと、関羽さん向かわせましょうか。もう私は向かわずに、甲州を落として、そのまま、草加も落としましょう。そうだね。とりあえず、じゃあ、永安に集合。ということで、カウニーさん、カウニーさんお願いしちゃいましょうか。ああ、もうこれは、ああ、カウニーさん、関東持ってるからね。そうなんだね。じゃあね、ああ、そうだね。半将さん、倉庫さん、ああ、倉庫さんも、うん、総長さんでいきましょうか。承知いたした。で、総人さん、ここ、絆あるでしょ、親子で。で、総工さんで。わかり申した。で、もう、兵力最大でいっちゃいましょう。で、青州兵、青州兵だね。で、運転、運転、ちょっと私はね、私はちょっと、表に出るのはやめましょう。ああ、申し訳いらないね。山だもんね。はい、どうぞと。関雲長が部お見せいたす。はい、どうぞよろしくねと。商売にて文化が高め天文台がと、兼業にて文化が高め高くかと、合法にて養鶏場と、商兵回復中が商売にと、透析開発が兼業と。はい、入りましょう。まあちょっと軍勢使命がね終わらないんで、あ、龍福さんちょっと話しますか。その前に忠誠度の低い人いる？いないでしょうけどね。いないわ。いませんね。極端に忠誠度の低いと私のところで言うかな。あ、いるね。半京さん。半京さん、史跡さん。関中の重要な人ね。この人にとりあえず何かあげるか。懲罰、授与。で、あ、これはね、史跡さん。陸曹さんも悪いなぁ。あ、ここで見れるんだね。何あげよう。これは何部だっけ。効果20。ああ、十分だね。私、そんないいもんばっか持ってるのかな。あ、銃とかもあるね。15ってない？これだね。はい、史跡に。はい、53から上がってと。で、あ、何？検索いたす。金はいくらあっても困ません。牢屋で商業投資。いいぞ。はい、どうぞと。報告します。はい、どうぞと。いいぞ。で、あ、懲罰できるかな？あ、できないね。で、もう一度。あ、懲罰だった。ごめんなさい。授与ね。リクソンさん悪いのちょっと嫌だね。あ、リュハンさんも悪いな。あ、これは15。あ、これでいいよね。入った。で、これってあれかな、一気に上げれないのかな。あ、処罰しちゃった。授与ね。ああ、上げれないね。複数一騎は無理だね。リョハンさん、重心だもんね。あ、重心って結構悪い人いるんで。これは、あ、効果20、10、15。あ、これでどう？入った。
で、どん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 上げていきましょうと。はいと。よっこいと。20、10。あ、20でいいかな。あ、15ってあるね。はいと。で、これ、これ、一個一個しかできないのか。84、うわ、周囲さんも悪いね。うわぁ、あ、孫健さんいつの間にか、あ、そっか。あ、なってこんたんだよね。うわぁ、皆さん悪いな。ちょっと待ってね。とりあえず周囲さん、まあ、周囲さん、寿命短いけどね。もう、上からどんどんやっていきましょう。はいと。はい、処罰ね。ああ、処罰じゃないや。どうも間違えますね。え、アニメでもないね。処罰の10はね。ああ、諸葛金さんもね。もう上からどんどん。はいと。で、どちらかというと部隊がいないところがいいね。クリック、選ぶのが1個少なくなるからね。重要。で、孫健さんだね。はいと。あ、もう孫健さん80までいってんのか、今。上がったって出なかったから。あ、しまった、またこっちで選んじゃった。はい、重要ね。あとはそうだね、大使さんとか、テイフさんとか。そうだね。はいと。処罰ね。あ、処罰じゃない。自由ね。ちょっと、あれだね。悪いな、みんな。うわ、とことん悪いな。軒並み悪いな。構成模試でしばらく待つか。政府さんはね、困るんで。取られると、70台になってなかったらまあ大丈夫だよね。あの大丈夫っていうのは、ゲアしないということですよね。さあ、じゃあね、じゃあちょっと私のちゃんとした社長職に戻りましょうか。あ、皆さん向かってんだね。じゃあ、どっかんどっかん送る。あ、寛平さんもあなたも暇でしょ。こっちまで行っちゃわないもうね。ああ、刻印さんもったいないな。ああ、でも人がいないんだ、ここ。女子さんにしときましょうか。刻印さんちょっともったいないね。かしこまりました。内政の方やってほしいですね。で、おーっと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 、競争兵ね。で、兵器はなしでいいか。はい、だと。万全を期します。そう、これでどんどんと落とせるかなと思うんですけど、だよね。さあ、じゃあ私はどうしよう。あ、私ちょっとキャッキャッしましょうか。感謝の極み。もうあと総化を落として、あの勢力と趣味が達成できたら、あとは龍翔さんかな、龍翔さんの勢力を潰すというのを勢力表情にしようかなというところですね。さあ、投資枠を拡張してくださいと。20ぐらいでいいかな。B さんね。使徒ひらめいたか。私にお任せを。はいと。いかがされた。あ、なんか久しぶりにね、ちょっと社長職に戻りましたね。まあでも、あのよくありそうなのが、あの私も思いましたけど、誰がどこにいるとか把握できないんですよね、こんだけ規模がでかくなると。大きな会社の社長も大変だなぁと、ね、思っちゃったりしちゃうんですけど。ああ、3000か、3000のお金ね。はい、いいですよと。まあ、今お金たんまりあんねんね。馬頭君からの使者が到着し、父親の配列を求めています。おう、あ、捕虜返還かな。
おかわりはありませんか。おお、重要さないね。ハヤテの預かり光栄と。ではよ、このようにしてはいかがでしょう。あ、キーンさんをどうかと。この情報を見てみましょうか。あー、キーン得意っていうあれだね。あ、あざらにもイが入るんだわ。同じ字が入るんだね。うん、傍観ですね。おー、あ、私は 77%。 うん、いいでしょう。構わない。こちらしても加工を残すまですぐに金を解放しろと。今のところ問題ないもんね。バトルのあたりに対する親近感が、おー、上がりましたね。今の手持ちであればと。あ、そうだね。はい、報告しましょう。はい、金3000、確かに受け取ってくれと。ありがとうございます。今回我が同盟のためにと。返さなくていいわって太っ腹なんだよね。はいと。はい、そうそう、とリュウクさんの間にと交流が芽生えましたと。はい、竜将軍の陽子さんがエアにて竜王の説得に応じと。お、はい、かなっちゃいましたね。報告します。はい、カオンさんより僕への旧兵君にあだあだと。いいぞ。で、あとね、今ちょっと思ってるのが、あ、そうだ、異名ね、これがだいぶ来ましたよね。作詞は、はい、あ、レベル4以上の戦術とかね、その辺は持ってないんですけど、私は優勝と合流、一応ね、やっときましょう。で、はい、これも取っときましょうね。で、あ、うわぁ、飛翔軍もなれるんだ。私、これなんだね。これなったら、防兵、あ、熟練上昇、士兵訓練ね。あんまりね、将軍ってなんか魅力的なものを感じないんですよね、私はね。戦術力強化、中、戦術レベル、うん、どちらかというとね、紙幣も取らないといけないね。どちらかというとこっちの方がね、武官の方がなんかすごく恩恵がある気がするんですよね。で、なぜ変えたかというと、ちょっとなっとこうとね、新たなものがすぐなれるんで。でね、あ、ごめんなさい、あ、しばらく戻れないのか。で、次ね、私、また権威に戻ろうかなとね、お金稼ぎをするためにね、思ってるんですけど。あ、関数さんが、あれだね。ご用件を伺いましょう。また、もう、出れてない人探すの方が大変かもしれないね。あ、じゃあね、ちょっと時間よくなりましたね。この辺でやっておきましょうか。そうそうさんで、三国志13社長プレイが終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。